小雨煙る東京スタジアムを埋め尽くした3万の大観衆、夢の球宴第1戦の始球式は佐藤総理。両軍無得点のまま迎えた5回、パスフィック一矢満塁と絶好のチャンス。ピッチャーはバッキー。代打高倉の一打はセンターへの犠牲フライ。バーマ帰ってパスフィック待望の先取点を挙げました。続く1番広瀬は左中間へ痛烈な一打。打球はぐんぐん伸びて見事なスリーランとなりました。層の厚い打撃力を誇るパスフィックの鮮やかな攻撃ぶりです。6回セントラルは終盤を担って大野登場。初球を叩いた一打は一瞬ライト観覧席上方の夜空へ消える大場外ホーマー。豪快な打撃戦となりました。しかしパスフィックリードのまま迎えた最終回、バッター柴田はセンターへ大飛球。ボレス背走、フェンスにぶつかりながら捉えるというファインプレー。最後にオールスター男山内登場。しかしあえなく三振。オールパスフィックは幸先よく第一戦を飾ったのです。